皆さんこんにちは、 SYK 代表の北野です。今回はですね、要注意、経営者がよく陥るお金の落とし穴あるあるベスト5というテーマで動画を撮っていきたいなというふうに思います。で、今回の動画ではですね、これ本当に、まあ今ですね、まあある程度ちょっと稼ぎ出した、事業主、経営者の方だったりとか、これからもね、長期的にずっとビジネスを安定させていきたいという方は必ずこれ見ておいてください。でね、今日お話しする話、この落とし穴っていうのにですね、ハマってしまったがゆえに、本当はものすごく優秀で、才能もあって、素質もあって、スキルもあった、有望な方、経営者、起業家でもですね、このお金にまつわることでですね、都落ちをしてしまったりであったりとか、事業を続けられなくなってしまったりという方がですね、まあ、結構これ実はいるんですよね。まあ、っていうのも、表に出てくる人っていうのはもちろん成功してるから表に出てきてるだけで、その裏にはですね、こういうので失敗して、都落ちをしてしまった経営者、起業家っていうのが、もう星の数ほどいるわけですよね。なので、そんな、残念な失敗をすることなく、皆さんしっかりとですね、年収1億以上の、経営者になっていただくためにもですね、今回の動画を必ずね、最後まで見ていただきたいと思います。それではね、早速入っていきたいと思うんですけど、まあ、まず1個目はですね、まあ、これよくあると思うんですけど、成功してないのに飲み歩くと。まあ、いいことですね。成功してないのに飲み歩くと。で、成功してないのに飲み歩くっていうのは、まあ、これは例えば、まあ、六本木とか西麻布とか大阪だったら北新地とかよくある、まあ、キャバクラとかクラブとかですよね。まあ、僕はあんまこういうとこ行かないですけど、まあ、男性の方とか特に気をつけてほしいのが、成功してないのに、飲み歩く。これはですね、やっぱり企業歴が長くなってくると、経営する歴が長くなってくると、まあもちろんそれはね、付き合いでとかっていうのはあるとは思うんですけども、まあやっぱ経営者仲間とかこういうの好きなの多いんでね、ってなった時に、まあ大体そういうとこ行くと、まあ六本木とかでも、まあ大体一席ついて、まあ2時間ぐらいいると、まあ会計で2、30万ぐらい行くわけですよね。まあ一人で、まあ二人で行って2、30万、一人であっても15万とか20万とか。で、それぐらいの会計を別にポケットマネーでポンって稼げるぐらいですね、もう役員報酬で年収5000万以上稼いでますって、まあ別に年間1000万ぐらい飲み代でね、消えても全然痛くも痒くもないっていうぐらい成功してるんだったら、まあ、どうぞどうぞって感じなんですけども、そうでない人はですね、これにお金使うのは非常にもったいないです。というか、お金の無駄以外何もでもないんですよね。で、実際例えば、こういうところの飲み屋街で一晩で30万使う。で、その30万円のお金があったら、もう普通にネット広告回した方がいいわけです。普通に考えてね。まあ、冷静に考えたらそうじゃないですか。で、実際、まあこういうところでですね、まあ、飲み歩いて、まあ、ちょっと稼いだら、ちょっと調子乗って遊びに行っちゃうっていう人っていうのは、大体僕が見てる限りだと、半年以内で、ちょっとずつ売り上げが落ちていって、1年以内に消えるみたいな。もう飲みに行けなくなるぐらいお金がなくなっちゃうっていうことなんですよね。で、まあ、こういうのってのは本当にですね、まあ、やるなって言ってるわけではないんですけども、やっぱハマってしまうと、やっぱ歯止めが効かなくなってしまうっていうリスクもあれば、まあ、あとやっぱもう一つのリスクとしては、成功してないうちにそっちにやっぱりお金を使っていくと、やっぱりですね、こういう六本木とか西麻布とかって言えば、3回キャバクラ行っただけで100万消えちゃうわけですよ。まあ、それは、まあ、頼むメニューによっても多分違うとは思うんですけど、まあ、まあ、5回行ったら100万ぐらい使うわけじゃないですか。っていうだったら、そのお金をもっと別のところに設備投資とかにちゃんと回してやった方が、その飲みに行ってる時間をもっと売り上げに変える、お金に変えることができるわけですよ。逆に、そこでお酒に使ったお金って結局、高いお金ですよね。高いタックス取られるわけじゃないですか。そのお金って結局、排出されて水になって消えるわけじゃないですか。まあ、汚い話をするとね。ってことは、そのトイレに流れる水に30万皆さん払ってる。んですよ。それだったら皆さん持ってる財布から100万取り出してトイレに流すのと一緒なんですよね。これはもったいない。ぜひね、まあ、成功してからね、遊ぶんだったら成功してからしてくださいと。まあ、いいのね、釘を刺してね、言っておきます。これにぜひ気をつけてほしいなと思います。はい、二つ目、年商1億円までは、まあ、ブランド物を買うなっていうことで、まあ、これはですね、絶対買うなって僕もね、さすがに鬼じゃないんで言うわけではないんですけども、年商1億いくまではですね、皆さんはできるだけ質素堅実に安定した方がいいと思います。まあ、僕自身も創業して1年目でね、1億2000万って売り上げまで行きましたけど、1年目とかも本当に質素堅実にやってましたよ。本当にね。で、まあ、ある程度、売り上げが上がって、自分自身の個人資産も増えてきたら、そのお金の一部で、まあ、ポケットマネーとかで、まあ、ちょっとブランド物買うとかいいと思うんですけど、年商1億までは、やっぱりですね、事業やっていく上で安定ってないわけですよね。で、会社のお金が基本的になくなって、資金が回せなくなって、事業が回せなくなって、もしスタッフがいるんだったら、スタッフにお給料払えなくなった時点で、会社は即終了なんですよね。ってなった時に、そうなったとしても、いつ会社が傾いても大丈夫なように、個人資産っていうのも同時に最大化しておく必要があるんですよ、企業家っていうのは。だから僕は年商1億行くまでの間はですね、できるだけ、会社のね、預貯金もそうだし、プラスアルファで個人資産ですよね。個人として持ってるキャッシュっていうのをやっぱ最大化させるって、これ僕経営者として当たり前だと思うんですよね。
で、よくいるんですよ。会社の売り上げめっちゃ上がってるから、僕貯金ありませんみたいな経営者いるんですけど、舐めてるのかって僕思うわけですよね。だって、社長自身に、基本的に、会社がもしやばくなった時に、じゃあ銀行から借り入れするっていうことになると思うんですけど、そうなった時にも、個人社長自身にもある程度資本力とか最低限のキャッシュとか、ある程度の年俸もらってなかったら、やっぱりそこで自身に審査に不利になったりっていうこともありますし、でも、社長自身がある程度ね、キャッシュを持っていたら、会社がね、業績が悪くなってきて、会社の預貯金が減ってきた時に自分で補充できるわけですよ。まあもちろん補充したのはまた後で戻すこともできるんですけども、自分でちゃんと出すっていうように、基本的に個人資産をやっぱ最大化していくっていうのが、しっかりと堅実なね、まあ安定経営をしていく上では、まあすごいね、重要なんじゃないかなと僕はやっぱ思うんですよね。だから結局経営者だからこそしっかりとね、自分自身の資産形成をすることが会社をゆくゆくは救うことにもなるし、その結果会社の業績があれば自分自身の資産も上がるっていうね、本当に相乗効果でね、上がっていきますので、年商1億まではぜひ無駄遣いをするなっていうのをね、ぜひ心に決めて、そして、やってほしいなというふうに思います。はい、三つ目はですね、会社全体の収支が、まあ、経営者が把握していないパターンっていうのが、まあ、非常に多いんですよね。これです。で、会社全体の経費っていうのを、まあ、経費だったりとか、事業経費、売上っていうところですよね。まあ、これを経営者が把握していない。まあ、これはですね、まあ、結構致命的だったりするわけですよ。まあ、例えばね、会社で、今、売上がいくらあるのかで、経費がいくらあるのか、まあ、大体ざっくりとしたお金の流れは分かってるよっていう人いると思うんですよ。まあ、ある程度集計とかは、まあ、最初ね、1000から3000くらい自分で経理とかやってる人多いと思いますけども、ある程度の段階になったら経理にそういうのは任せてるって人もいるかもしれない。でもですね、僕的には、利益がこれぐらい残ってきて、いくら入ってきて、いくら出てっていうのが分かるっていうだけじゃなくて、具体的に経費っていうのは、どこにどれぐらいのパーセンテージ使われていて、固定費と変動費がどれぐらいになっていて、で、さらにクレジットカードの明細の中でも、この経費はどこぐらいまでが削れるのかっていうのは、ある程度はですね、やっぱ把握しておくべきだと思うんですね。で、そうじゃないと、よくお金にどんぶり勘定な社長っていうのはお金に飲まれるっていう話で、大体ですね、会社を倒産させてしまうとかですね、事業失敗してしまうとって、お金の扱いが雑なんですよ。で、どんぶり勘定なんですよね。なので、これは本当に危険なんで、まあ、僕の場合とかだったら、まあ、ある程度うちの場合は、ま、経理とかもね、複数名いますし、まあ、そこはしっかりやってますけど、プラスアルファで僕も一応すべて見るんですよ、目通してね。1円単位まで、じゃあ大体どこら辺に経費がこういう風に使われて割り振られていて、そこをちょっと圧縮したから今こんぐらいまで何パーセントだけ利益が増えてるんだなっていうのを全部僕は把握してます。うち自分の会社はね。で、それぐらい責任を持ってですね、まあ、自分自身の会社はもちろん、集計とか経理は、ゆくゆくは外注してもいいと思うし、スタッフの子に任せるっていうのはいいと思うんですけど、会社全体のお金の流れ、これはですね、しっかりと、社長自身が把握をしているべきであると、まあ僕は思いますね。で、例えば、これ通販事業とか特にそうなんですけど、まあよく一つの商品だけ売ってるっていうのはすごいね、集計はシンプルですけど、A、B、C、D、E っていう5つの商品を例えば販売しているってなった時に、じゃあその、商品、5つの商品の中でもですね、A っていう商品は利益率がめちゃめちゃ高くて 30% 出てる。だけど B っていう商品は利益率が低くて 5% しか出てないっていうんだったら、B にかける広告費とか、B にかける労力とか人件費っていうのをできるだけ削除して、その B っていう商品を捨ててでも A っていう商品のその資本を全部投下した方がもっと利益増えるよね、キャッシュ増えるよねっていう判断もできたりするわけですね。なので、こういったどのが、いわゆる商品とか、いくらの単価がどれぐらい利益が出ていてっていう売上だけじゃなくて、各商品ごとの売上と各商品ごとの利益、この二つはですね、まあ最低でも経営者自身も把握しておかないと、まあいけない点になるのかなというふうに思いますので、まずいね、こういったところ、ぎっくりとした方はね、注意して見ていただきたいと思います。はい、そして四つ目はですね、こちら。売上にこだわりすぎて利益が見えていないというパターンなんですね。これ、まあ、今僕が話した話とほぼ被るんですけども、会社全体の売上で言った時に、売上至上主義の社長と言います。今期10億いくぞ、今期1億いくぞと、3億いくぞ。これは決して悪いことではないんですけども、いくら売上上げたところでぶっちゃけですね、売上上げるのって簡単なんですよ。経費めちゃめちゃ使えば売り上げ上がるわけですよね。5000万かけてテレビ CM 打ったら、それは確かに問い合わせも殺到しますし、ネット広告に1億使えば、それはめちゃめちゃその分だけ売り上げ大きくなるわけですよ。でもですよ、大事なのは、売り上げを大きくすることではなくて、利益を残さないとやっぱ会社潰れちゃうわけですよね。100億売り上げててもですね、経費で102億円使ってたら2億円の赤字になっちゃうわけですよ。なので、どういうふうにしたら利益を残すのかっていうところで言うと、利益を最大化させるため、自分が新しい事業をやっていきたいとか、まあ、皆さんの場合だったら、まあ、個人事業者やられてる方もいると思うんですけど、自分の年収いくらぐらいまで持っていきたいのか。まあ、社長だったら、会社にいくらぐらい利益残したいのか。その利益を使ってどういうふうな事業にどれぐらいの割
々で配分していきたいのかってとこまでを加味した上で、今期いくら利益残す、じゃあそのためには売上いくら必要だよねっていう計算で売上を立てる。だから基本的には利益至上主義からの売上なわけなんですよね。売上、まあ僕らとか、まあうちも上場してはないですけど、上場企業の場合とかだと基本的に株主って売上見てないですからね。利益しか見てないですよ。だってその利益の何パーが自分の収入になるわけなんで、基本的に利益を残せない経営者ってのはもう無能なわけなんですよね。利益を残せない経営者っていうのは、いくら売り上げを上げたとしても、もちろんスタートアップでベンチャーで、まあ最初はすごい先行投資にめちゃめちゃお金を使っていて、赤字になりました。まあそういうパターンはしょうがないですけども、基本的に売り上げにこだわるんではなくて、利益から逆算して売り上げは作れと。あくまで利益でいくら残すっていうところをゴールにした上で、じゃあ売り上げこれぐらい必要だよね。じゃあこの売り上げを上げるためにはいくらの商品を何個作らなきゃいけないのかっていう思考プロセスで、ぜひね、この KPI 設定、目標設定っていうのをね、考えていただくっていうのはすごい重要です。で、やっぱりですね、この利益ってとこで言うと、さっきね、どんぶり勘定の社長は成功しないよって僕言いましたけども、お金持ちの人ほどですね、やっぱ資産家の人ほど数字にめちゃめちゃうるさいですからね。だから僕が結構見てて、僕の周りの人でやっぱお金持たれてる経営者の方とか、まあある程度やっぱその事業界で成功してる方っていうのは結構ケチな人が多いですね。ケチな人が本当に多い。まあこれ良くも悪くもなんですけども。なので、まあケチほど成功する。で、いう話で、まあだからって別に商談でね、別にサイゼルで商談しなさいっていう話ではないです。そこはちゃんとね、ね、社長なんでちゃんとしっかりとした服を着て、まあちゃんとスーツを着てとか、いいお店で商談って、そういうのは必要経緯だと思うんですけども、いわゆるいらない経費をしっかりとやっぱケチれるかっていうのはすごい重要かなと思いますね。はい。で、できるだけ少ない資本で最大限の売り上げを上げていく。だから基本的に、どんぶり勘定よりはケチな方が成功する人が多いんじゃないかなと思います。はい。で、最後はですね、この5つ目、広告費にお金使いすぎて、費用対効果が測れていないというパターンも結構やっぱあるんですよね。で、これもですね、よく、まあ、マーケティングをやっていく上で、まあ、例えば、そうですね、英会話の教材販売とか、まあ、コンテンツ販売とかの業界とかだと、まあ、広告費に500万使って、それが1000万になってきました。もう売上の 50%、60% は広告費ですみたいなのも、まあ、業種によってはやっぱりしょうがない部分もあると思うんですけど、基本的にはですね、売上のもう3分の1、まあ、僕らみたいに例えばコーチコンサルコンテンツ販売のビジネスっていうのは、もう売上、総売上のうちの3分の1以下に広告費を抑えることって十分可能なんですよね。だから例えば月に1000万の売上を作るってなったら、もう広告費は300万以下。まあ、うちの場合とかだと150万とか200万ぐらいの広告費でも1000万いけます。で、結局、よく、ですね、売上って、どこ経由から売れてるかってすごい重要で、まあ、広告経由から入ってきたお客さんがその商品を買ったって場合もあれば、口コミでたまたま売れたって場合もありますよね。人からの紹介でとか、もしくはブログからとか、SNS からって言った時に、どこ経由でこの人は商品を購入いただいてるんだよっていうのを全て、これは管理した方がいいと思います。じゃないと、いくら広告費使って、そのお金、例えば、今月30万広告費使いました。で、その30万を使った広告費の中で何リスト入ってきて、その人たちのうちの何人が商品買ってくれたのかっていうデータが取れないと、じゃあ来月いくら広告費をかけていけばいいのかっていう的確な、プライスっていうのが決められないわけなんですよね、広告費の。なので、まあ、ぜひですね、皆さんこの、広告費をかけるときはですね、この広告をかけた後の、どれぐらい広告をかけて、いくら広告をかけて、その広告費の中から入ってきたリストの人たちの中の何人が、いくらの商品を買ってくれてこれぐらいの売り上げになっているのか。で、それが例えば90万円の売り上げだったら30万円が90万円に化けているからいいんですよ。でも30万広告費かけて90万売り上げ上がりました。蓋開けてみたら全員ですね、SNS からとか口コミでしたってなったら、その広告っていうのは失敗してるわけなんですよね。まあもちろん利益率は高いけど、でも広告からは売れてないってことになりますので、じゃあちょっと広告費を下げようかっていう判断になりますので、まずね、この広告費の費用対効果をしっかりと計測していくっていうのをですね、ぜひ、意識してみていただければというふうに思います。はい、この5点をですね、気をつけていただければ、まあ、皆さんのようなビジネスモデルで、経営で破綻するってことは、まあ、あまりないんじゃないかなと思いますので、まずね、この5点気をつけてね、いただけたらと思います。そして今回の動画少しでも勉強になったという方は、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、そしてね、概要欄から LINE でお友達になっていただき、ぜひね、年商1億から3億以上を目指すための集客動画マニュアルをね、ゲットしていただければというふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。